とう、お兄様。いっぱいお返しできるライスになれるように頑張るね。みんながおめでとうって、でもライス泣いちゃって困らせちゃった。おめでとう、お兄様。今日一日いっぱい幸せなことが起きますように。お祝いできる日ずっとずっと待ってたんだ。あのね、お兄様、生まれてきてくれてありがとう。独断ミッション、誕生日祝いを実行。ハッピーバースデーライスさん。ありがとうブルボンさん。でもライスと一緒にいたら不幸に。 BNG 登録ワード不幸を初回検知。あと2回の検知で自爆のカウントダウンを開始します。え？ってことはライスが不幸って言ったらブルボンさん爆発しちゃうの？ BNG 登録ワード不幸を再検知。あと1回の検知で。またやだ、ブルボンさんが爆発するなんてやだよ。ブルボンさんはすっごく速くて強くてライスの憧れで、ライスはブルボンさんが大好きだから。どうしたのブルボンさん、ライスNGワード言ってない。自爆のカウントダウンは停止中ですが、代わりに私の喜びが爆発しました。ライスちゃん、お誕生日おめでとう。嬉しいね、楽しいね、ワクワクいっぱいの一日にしようね。ありがとう、うららちゃん。でもライス、今日はね、朝は眠くてなかなかベッドから出られなくて、それに天気予報だと今から雨みたいで、お誕生日でも不幸ばっかりみたい。だからうららちゃんはライスなんかと一緒にいちゃダメだよ。おー、すごいすごい、それすっごく幸せだよ。だってだって、ベッドはライスちゃんをギューッと抱きしめてくれて、雨のみんなはお空からライスちゃんをお祝いしに来てくれるんだもん。ライスを抱きしめる。よし、私もみんなに負けずにもっと